はい、ともゆきです。では、続きからやっていきたいと思います。とりあえず。次がドラゴン。いけるか。クリティカル。お。おい、こっちだぞ。あ、トメキじゃん。さすが、ダンディ君とパートナーのリザードン。ダイマックスポケモンも一瞬で仕留めたそうね。俺は無敵のチャンピオンだ。それより、何が起きたんだ？赤い光が溢れて、パワースポット以外でポケモンが、ダイマックスしちゃったんだよ。なんで？わからない。何が起きてるのか。もしかしたら、また赤い光が溢れ出すか、わからないんだよ。それを予測するのも、優れた研究家ですよ。おばあ様、委員長に呼び出されてね。ダイマックスとの因果関係をあれこれ聞かれたんですよ。何か判明したことは？さあ、委員長はエネルギーは大事だからと秘書に任せっきりでしてね。データが足りないのですよ。だからソニア、あなたも調べなさい。だってブラックナイトのこと誰よりも調べているのでしょ。赤い光が、最、悪かも。赤い光が最悪かもってこと？なあ、俺たちにもできることあるかな？あるよ。サンキュー。君らの気持ちはありがたく受け取るぜ。だが、俺の願いは最高の決勝戦なんだ。俺が未来を守るから、ジムチャレンジを勝ち上がってくれ。わかった。なんたって兄貴は無敵のチャンピオンだもんな。おばあ様、気になることがあります。手伝ってくれますよね。もちろん、ですとも。じゃあな、君たち、チャンピオンカップで会うため、ジムチャレンジクリアしろよ。俺もやれることをやる。ネズさんに勝ってみせる。ともゆき、お前はナックルスタジアムだろ。キバナさんはガチで強いぞ。よし。ちょっと待って。行ってみるか。最後のジム。よし、じゃあやってみるか。ドラゴン使い、キバナが率いるナックルジムに挑むか。行ってみましょう。勝てるかな。宝物庫で待っている。宝物庫？ここなんだ。残っているジムチャレンジャーは、ほう、10人もいないのか。いないのかよ。さて、ともゆき。キバナ様のジムミッション、説明させていただこう。
ルールはシンプル。俺が鍛えたジムトレーナー3人にダブルバトルで勝つだけ。ほら、ジムチャレンジってめちゃくちゃ厳しいだろ。当然勝ち残るジムチャレンジャーも少ないんだよ。だからこそ勝ち残ったお前のポケモンたちが繰り出すすげえコンビネーション、たっぷり見せてもらいたいのよ。前置きは長くなった。さあまずは一人目だ。ダブルか。いけるかな。呼ばれました。リョータです。キバナ様に教わったのは二つ。ドラゴンの強さと、それを生かすための戦いの場を自分に有利にすること。右は水か。狙い撃ち。ドラゴン倒せばいけるんじゃね。ドラゴンが弱点だ。いや、結構汚いね。狙い撃ち。これで決めるでしょ。混乱した。どうやって行く？効くのか。ヘリッパー。狙い撃ち。よし、効いたね。ダブルは考えることが楽しく難しい。さすがここまで勝ち残ったポケモントレーナーです。あと2人か。あ、一応回復できるね。大丈夫だけど。俺は球根を倒した。これでいこう。トラップしてる。よし。なに？意外と残った。マジか。全然効かない。とりあえず倒すか。ちょっと怖いよな、さすがに。歌も効くかな。トラップしてる。何なんだ。とりあえず倒す。
スピキやればなんとかなるでしょ。当たらない。クラブレイク。リーフストーム行ってみよう。防御力下がった。いやー、効かないね。隕石封じ。狙い撃ち。プラスミキサー。狙い撃ち。OK。天気か。素晴らしい。さすがは7つのジムバッジを持つトレーナーです。最後の3人目だ。カモン瞳。回復。やけど直し。右がコンビか。とりあえずサポート、サポートっぽいの倒せば。全然嫌い。よし、とりあえず倒したいね。これでいけるかな。狙い撃ち決まっていく。これでいけるっしょ。普通に当たらない。アクアブレイク。結構あれだな。全然効かないな。ドラゴンタイプ強えな。
狙い撃ち。許そう。おし、結構いい感じ。狙い撃ち。OK。お見事です。あなたのような強いトレーナーと戦えて誇りに思います。さすがだな、ウメキ。ジムミッションクリアだ。さあ、ジムスタジアムに行こうか。キバナ様が相手してやるぜ。ついに来たな。よし、行こう。最後の戦い？いや、最後のジムバッチか。さてさて、ようやく戦える。ジムチャレンジャーがお前とはな。さすがは、ダンデの見込んだ、クモトレーナーということか。ダンデに勝つ、それがどんだけ、厳しいか。相手のライバルである、キバナが叩き込むとするか。ジムリーダーキバナは、天候を操るだけでなく、2対2の戦いを望む。そう、あらゆる状況に対応できるか、見定める。2対2か。ドラゴンドラゴンか。吹けよ風、飛びよ砂嵐。とりあえず赤ブレイクかな。こっちから行くか、左から行こう。結構回数がやばい。結構効いた。第2結構むずいな。よし、倒したー。一匹倒せば、まずは。フェイスロック。これ水効いたりしないか。ドラゴン岩タイプじゃない。左は岩だよな。こっち倒せばいいんだ。イラスミッキーさ、とりあえず倒すか。よし、 OK。
裏あるの。これ最後か。あと2匹ってことだもんね。クライマックス行くしかねえか、これ。か。それで、こっちは回復。もうちょっといいやつ使えばよかった。ミスった。まあそうなりますよね。じゃなければなんとかなるか。俺様は負けても様になるかよ。様になるよな。記念に自撮りをしとくか。激しい戦いを終えて今は晴れ渡った空のように速やかな気持ちなんだよな。なんて言えるか。ダンディのライバル、チャンピオンでないのに俺と。ポケモンはうぬぼれていたようだ。クリティアロー、処理の証、ドラゴンバッジョな。揃ったー。あらゆるレベルのポケモンを捕まえられた。ガラル地方すべてのジムバッジを揃えた。チャンピオン、ダンデに挑むため、トーナメントに勝ち上がるんだ。いや、勝たねばならない。そう、俺たちのリベンジのためにもな。
すべての準備バッジを集め、いよいよチャンピオンカップ。君たちの活躍が楽しみだ。ともゆき。足止めをしてすまない。忘れていたことがあるんだ。まだ尊敬の証、技マシン99、ワイドブレーカーだ。強靭な尻尾を激しく振り払って相手を攻撃する。相手の攻撃を下げる。続いて、強者の証、ドラゴンタイプのユニフォーム。ドラゴンセット。背番号6番、ともゆき。ジムチャレンジ突破おめでとう。次はチャンピオンカップでお前の強さを示すんだ。キバナさん、あなたの強さ、俺に示してもらう。来やがったな、ダンデの弟よ。お前にはジムチャレンジを諦めたくなるほどの厳しさで、戦いを教えてやるからよ。あれこれ試して戦い方を決めた俺は、むっちゃ強いぞ。キバナさんや、トムユキは、もちろん。兄貴だって勝つ。じゃあな、ともゆき。また思いっきり戦おうぜ。なんなら、ワイルドエリア出て、出てきに鍛えておけな。よし。これで。お、ともゆき、キバナさんに見事勝利。ジムチャレンジ突破。心からおめでとうだよ。きちんと俺、お祝いしたいけど、あなたも話を聞いてよ。ナックルシティの光。大昔巨大なポケモンが暴れ回り、ガララ地方を滅ぼしかけたとされる。ブラックナイトと同じですね。そのようです。地上に落ちた願い星から溢れ出るエネルギーを使って、ポケモンをダイマックスさせています。ですが、私たちはエネルギーを制御する方法は知りません。それこそ二人の英雄とは何なのか分かっていないからです。伝説の剣と盾。愛おしいソニア。あなたに白衣を渡しておきます。え、いいの、おばさま。宿題はまだ終わってないけど。むしろ終わらせるためです。博士。おう。ブラックナイトからガラル地方を守った二人の英雄。今あなたが口にした伝説の剣と盾についての真実を解き明かしてくださいね。はい。あなたやホップがダンデと戦うのを見たいの。あとはお姉さんに任せ、あなたはシュートシティに行きなよ。ほら、駅から列車に乗って。ナックルシティから列車に乗りましょう。ということで、まあ、キリがいいので、まあ、一旦ここで終わろうかなと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして、概要欄に Twitter リンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。